グリーンチェイサーです。今回はこちら、たくさんの直訳を一気に紹介していきたいと思います。今回紹介するのはポケットモンスターサン&ムーンパート2、ディズニーキャラクターパート10プラス、フローズン2、ハローキティコラボレーション、ディズニーピクサーパート5、そして、こちらですね、ポケットモンスターサン&ムーンパート2プラス、名探偵コナン、はい、こちらになります。ものによって数が違いますが、まあ、ちょっと一番新しいフローズン2多めで紹介していきたいと思います。まず最初はこちらから、ポケットモンスターサン&ムーンパート2になります。こちらは2020年1月末日までゲームの応募ができますね。バーコード2枚一口で応募可能になっています。では開けていきましょう。さあ今回の1個目は何が出るかな。そろそろポケモンいい加減にシークレット出てほしいんですけど、出るかな、何かな、なんだ、おしゃまり、はい、いつものやつ、はい、おしゃまり、かわいいですね。おしゃまりはアイドルポケモンです。タイプ水、特性激流、高さ 0.6 メートル、重さ 17.5 キロ。ダンスが得意で、踊りながら次々に水のバルーンを作り出し、敵にぶつけるぞ、と書かれてますね。はい。おしゃまり。はい、続いてお隣行きましょう。ディズニーキャラクターパート10プラスになります。プラスはちょっと限定系でしたよね。セブンイレブンで手に入れました。2019年11月末日は終わってますので、なんですが、ブーケが当たるキャンペーンをやってましたね。はい、私が欲しいのはチョコの中身なので、いいのだ。はい。お。さあ、今日の中身は誰かな？あ、ミッキーだー。はい、ちょっと怒った感じのオールドバージョンのミッキーですね。はい、プンスカ、怒った感じもとっても可愛いミッキーです。ミッキーマウス、大きくて丸い耳、豊かな表情、可愛い仕草が世界中で愛されているキャラクター。1928年のデビュー作蒸気船ウィリーで歌や踊り、楽器の演奏などたくさんの才能を披露し、たちまち人気者になりました。今回はデビュー以前の作品のスタイルにて登場です、と書かれています。はい、続いてはお隣、フローズン2、アナ雪2行きましょう。はい、こちら前回なんと、シークレット出てくれて、残るはスベンのみなんですが、ゲットできるでしょうか。こちら2020年11月末日まで、この応募バーコード2枚一口で折りたたみエコバッグが当たります。絵柄が全部で3種類あるようなので、当たってのお楽しみですね。ポーチもついてるみたいですね、セットの。総計1000名様なので結構レアです。はい、開けていきましょう。さあ誰が出てきてくれるかな。お、ここが割れていた。はい、こうなった時に、あ、綺麗に割れましたね。さあ結構中がぎっしり入ってるタイプみたい。スベン来るか。あ、これはアナとエルサ2人のバージョンのですね。はい、ついたてを挟んでこうお互いが背を向け合ってる感じなんですが、とっても綺麗で、しかも2人ともこういるのでね、これもこれですごいレアなものじゃないかなと思います。気に入っています。はい、続いてはこちらのハローキティコラボレーション見ていきましょう。ヒカキンキティは来たんですけど、ヨシキティが来ないんですよね。こちらバーコード2枚一口で、こちらのヨシキティぬいぐるみマスコットに応募ができます。2020年9月末日まで有効です。こちら抽選で300名様、もっとレアですね。さっきのアナ雪よりもレアになります。これ欲しいなぁ。はい、開けていきます。はい、開けていきましょう。来るか？来るか？チンアナゴだ。はい、チンアナゴが来ました。はい、チンアナゴはこんな感じ。お顔ついてますね。ニョキってしてます。
チンアナゴ。まあ実物はもっともっとあれなんですよね。長いんですよね。はい、確かにこれも流行りましたね。はい、では続いてはこちら、ディズニーピクサーパート5行きましょう。こちらは、スクエアポーチ。まだ応募できますね。2020年7月末日まで、こちら2枚特地で応募ができます。こちらは600名に当たります。さあ、誰が来るかな？これは？リュック・カブンかな？あ、違う！エルネスト・デラクルスだ。はい、リメンバー・ミーのキャラクターになります。骨っぽさがしっかり出ていて、これ結構すごいんですよね。はい。お洋服のロゴとかも綺麗に作られていて、手の先まで骨骨です。ちゃんと中も空洞なんです。すごく出来がいいと思います。そして手も広げてることによってボリュームもあって、すごく迫力がある感じ。はい、ではアナ雪2回目開けていきましょう。お、軽い。誰だ？オラフかな？あ、エルサでした。こんな感じのエルサ。エルサ1ですね。はい。胸元の切れ込みの服のラインのところもとっても綺麗で、凛とした感じに作られています。髪の毛もね、綺麗に入ってますよね、模様が。はい。さあ、では2段目いきます。2段目は右からいきましょう。キティちゃん、よし、キティ。来てほしいな。おー、これも割れてる。お、軽いです。軽いよー。誰？あ、これは平成ギャルですね。はい、足が長くって、ブーツでハイビスカス刺してて、ぬいぐるみ持ってて、ミニスカートでキャミソール。はい、いろいろ盛り込んでますね。とっても可愛いです。はい、ではポケモンを開けていきましょう。さあ、何が出るかな。お、これもパカッと割れましたね。誰だろう。シークレット来るかな。あ、もしかして来た。普通の方かな。普通のイーブイでした。残念。渚のイーブイが今探してるんですよね。髪の毛がちゃっきりしたの。あ、でもそれはこっちじゃないかな。はい、イーブイ、とっても可愛いですね。にっこりしたお顔がたまらないです。もふもふふわふわ可愛い。はい、イーブイは進化ポケモンです。タイプノーマル、特性逃げ足、適応力、高さ 0.3 メートル、重さ 6.5 キロ。アンバランスかつ不安定な遺伝子を持っており、様々な進化の可能性を秘めている。はい、とっても可愛いです。さあ、また来ました、アナ雪。そろそろ出てきて。スヴェン。スヴェンはね、結構大きそうだから重いかなと思ってるんですけど。お、ここから割れた。お、これはちょっと期待できそうな感じの重さ。誰だ？アナだ。はい、この表情もすごくいいですよね。アナとエルサのオンパレードですね。スーベーン、あと1個あるからかけてみよう。はい、ではディズニーピクサーパート5開けていきましょう。こちらからは誰が来るかな。なんかコンパクトにまとまってる感じ。誰？こういうことか。はい。マックイーンですね。はい。ライトニングマックイーン。はい。ピストンカップ付きのライトニングマックイーン。かっこいいですね。さあ、ではこちら。ポケットモンスターサンドムーンパート2プラスいきましょう。欲しいのこれなんですよね。
はい、こちらのイーブイが欲しいんです。前髪がシャキーンってなってるやつ、可愛いですよね。さあ来るかな。ここ外れる、なんか外れそうな感じの、お、いい感じ、綺麗に取れた。さあ誰かな、誰だ、コダック。はい、コダック可愛いですよね。個人的にはもうちょっとくちばし短くてもいいんですけど、キャラ的には好きです。はい、コダックはアヒルポケモンです。タイプ水、特性湿り気、なお天気、高さ 0.8m、重さ 19.6kg。 自分の意思とは関係なく時折念力が出てきて頭が痛くて泣いている。ちょっとかわいそうですね。はい、では名探偵コナン行きましょう。こちらはふわふわフレンズセットが当たります。2020年4月末日まで。こちらは抽選で500名ですね。はい、バーコード2枚一口です。これも結構欲しいんですけど当たんないんですよね。はい、うまく取れるか、無理か、割れた。さあ誰が出てくるかな、軽いよ。あ、コナンくんでした。はい、コナンくん、これすごい好きなポーズなんですけど、欲しいのはアイちゃんなんだよな。来てくれるかな。灰原愛2の白衣を着た愛ちゃんを探しています。はい、ではこちらから行きましょう。アナ雪最後の1個です。さあ誰が出てくるかな。お、綺麗に取れた。さあ、あ、軽いな、軽いな、サラマンダーかな。またあ、エルサでした。もう今日はアナとエルサが出る日なんですね。たくさん出ました、エルサ2。はい、エルサ2のエルサは、こんな感じで胸のところガーッと開いて背中が大きく開いてるようなドレスを着ています。風になびいていてちょっと切なそうな顔がすごく綺麗ですね。ではハローキティ開けていきましょう。なんかね、欲しいのがこうちょうどビンゴで来てくれるとテンション上がるんですけどね。よし、キティ来てくれるかな。これちょっと重めな気がする。さあどうかな、来るかな、いきます。どうだ。はい、ラスカルでした。ラスカルも可愛いんですけどね。はい、すごく好きなんですけど、よし、キティ来ないな。はい、ラスカルキティちゃん、かぶり物で超可愛いですよね。横を向いてて、口元に手を当ててて、はい、かなり好きなやつです。あー、でもヨシキティまたまたゲットならず、悔しい。頑張ります。はい、ではコナン開けていきましょう。コナンはアイちゃんか、アムロトールくんの別バージョンを狙っています。なかなかね、欲しいのって来ないんですけど。さあ、今回軽いよ、来るかな？アイちゃん！あー、マコトさんですね。はい、京極マコトくんが来ました。はい、強くてかっこいい京極マコトくんです。その子ちゃんの彼氏ですね。はい、ではこちらで狙ってるのはあの渚ちゃんです。スイレンのイーブイですね。来るかな。どうかな、イーブイ好き、来るか、ピカチュウ。はい、ウインクしていてとっても可愛いピカチュウ。ピカチュウにイーブイとかいい感じですね。はい、では説明見ていきましょう。ピカチュウはネズミポケモンです。タイプは電気、特性静電気、高さ 0.4m、 重さ 6kg。 たくさんのピカチュウを集め発電所を作る計画が最近発表された。はい、みたいです。可愛いですよね、ピカチュウ。はい、ではディズニーキャラクターパート10プラス見ていきましょう。こちらはもうすでにコンプリート済みなんですが、今回シークレットが来てないので、ここでシークレットが出てきてくれるとかっていうサプライズがあったら嬉しいな。どうかな、
いきます。誰かな、これは、やばくない、これ、まさかのシークレットだし、やったー、すごーい。はい、お散歩行ってるインク壺やっとゲット。はい、シークレットのミッキーはこんな感じの、ペンを持ったミッキーとインク壺のセット。やったね。来ないかなって言ってて来てくれた時の嬉しさったらないですね。やったね。はい、ではミッキーの説明見ていきましょう。ミッキーマウス、大きくて丸い耳、豊かな表情、可愛い仕草が世界中で愛されているキャラクター。1928年のデビュー作蒸気船ウィリーで歌や踊り、楽器の演奏などたくさんの才能を披露し、たちまち人気者になりました。今回はスクリーンデビュー90周年の新アートにてペンとインクを携えたレトロなスタイルにて登場ですと書かれています。はい、90周年ならではのミッキーだったので嬉しいですね、シークレット。はい、ではラスト、ディズニーピクサーパート5、開けていきましょう。さあ、誰が出てくるかな。はい、では行きます。軽いですよ。誰だ、フォーキー、違う、誰、おー、骨骨ヘクターですね。ヘクターが来ました。今回は骨続き。はい、ヘクター、こちらもとっても細かく作り込まれていて、かなりお気に入りですね。一度出たことがあるんですが、ヘクターも出てくる率が少なくって、はい、スペアがゲットできたのはとっても嬉しい。この、帽子のボロボロ感とか、服のちょっと破けてる感じとか、はい、体ももちろんこう空洞になってますし、そういうところが細かく作られていて、しかもちゃんとこう、手にギターがフィットしてるんですよね。こういうところまで本当に細かいです。かなり完成度の高いヘクター。はい、ということで、それぞれ面白い出方をしてくれたなぁと思っています。いいキャラクターたくさんゲットできてよかったです。ではラインナップを一気に確認していきましょう。はい、まずはハローキティコラボレーション。こちらラインナップはあくびちゃん、エヴァンゲリオン、ラスカル、ロボット、チンアナゴ、招き猫、ヨシキ、サダコ、平成ギャル、サラリーマン、寿司、デヴィ夫人、新幹線、吉野家、飛行機、中華まん、ピーチジョン、ヒカキンとそれぞれコラボしているものとシークレットになります。キティちゃんのシークレットはこちら。はい、オールドタイプのキティちゃんですね。横を向いていて、横に金魚鉢とミルクがあります。とっても可愛いです。はい、続いてはディズニーピクサーパート5のラインナップを見ていきましょう。ウッディ、バズ・ライトイヤー、ボー・ピープ、フォーキー、ギグル・マクティン・プルズ、ダッキー&バニー、デューク・カブーン、バターカップ、ミゲル、ヘクター、エルネスト・デラクルス、ニモ、ドリー、ボブ&ジャック・ジャック、ヘレン、マイク、サリー、ローズ、ライトニング・マックイーン、クルーズ・ラミレス、そしてシークレットですね。はい、こちらのシークレットはルクソージュニアとピクサーボール。ルクソージュニアの横向きバージョンもちょっと欲しいのでね、頑張ってもうちょっと探していきたいと思います。続いてはポケモン、サンドムーンのラインナップを見ていきましょう。こちらはプラスのラインナップ表になりますが、途中までノーマルバージョンも同じなのでね、こちらで見ていきたいと思います。はい、こちらはピカチュウ、ロトム図鑑、フクスロウ、ニャヒート、オシャマリ、ルガルガン、タソガレの姿、ロコン、アローラの姿、ガラガラアローラの姿、トゲデマル、ネッコアラ、キテルグマ、デンジムシ、イーブイ、プリン、カビゴン、ベベノム、コダック、ナマコブシ。ここまでがノーマルバージョンですね。で、プラスに入っているのがサンダース、ナギサ、スイレンのイブですね、とニャース、シークレットとなっています。シークレットはノーマルバージョンの方がパート2の方がダグトリオで、パート2プラスの方はピカチュウのちょっとレアバージョンになっているようです。欲しいですね。なかなか手に入りません。はい、では
ディズニーキャラクターパート10プラスのラインナップを見ていきます。ミッキーマウス、ミニーマウス、ミッキーマウスオールドバージョン、ミニーマウスオールドバージョン、グーフィー、ドナルドダック、ピーターパン、ベル、アリエル、クマノプーさん、クリストファーロビン、スカー、魔女、アナ、エルサ、マレフィセント、ランドール、お豆三兄弟、ミッキーマウス、ダンボ、スクランプ、そしてシークレットとなっています。このプラスになって入っている限定が後半の限定1、限定2、限定3のキャラクターですね。はい、そしてシークレットはプラスの方もプラスじゃない方も同じこちらのミッキーとインク壺になっていました。はい、では名探偵コナンのラインナップ表を見ていきましょう。江戸川コナン1、江戸川コナン2、工藤新一、毛利蘭、毛利心、灰原愛1、灰原愛2、鈴木園子、京極誠、江戸川コナン、キッド衣装バージョン、怪盗キッド、服部平次、遠山和葉、セラマスミ、赤井秀一、古谷レイ、アムロトール、犯人、そしてシークレットとなっています。はい、こちらシークレットとっても可愛かったですね。こちらです。はい、保育園児バージョンのランちゃんとしんちくん。ちょっと照れてる感じがとっても可愛いです。はい、では最後アナ雪のラインナップ見ていきましょう。エルサ1、アナ1、エルサ2、エルサ&ノック、エルサ3、アナ2、エルサ&アナ、クリストフ、オラフ1、オラフ2、スヴェン、サラマンダー、アースジャイアント、そしてシークレットとなっています。スヴェンが出てこないんですよね。頑張っていきたいと思います。はい、こちらのシークレットはとっても可愛いアナの幼少期になります。なんかストールをこう引っ掛けてるんですね。はい、というわけで今回もたくさんのチョコエッグを開封してみました。いかがだったでしょうか？またいろいろ集めたら紹介していきたいと思います。では次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。